お待たせお待たせお待たせ。なんか曇ってる？大丈夫か？よし、ちょっと遅くなりましたが、15分からなんとも微妙な時間、ありがとう。一旦帰ってきて、今日は12時くらいに終わろうかなと思っております。はい、ブルームーンさん一番ありがとう。イズキュン、タークン、大将さん、ローマ字マコさん、ブルーさん、ブラッチ、コロボありがとう。おたくテストさん、おさぴーさん、おばば、 HK さん、かんちゃん、まみちゃん、こうじさん、ベクポアさん、ミーさん、ノブさん、 N164 さん、ノブシャンありがとう。ヒロポンさん、デメキンさん、ユーニャンさん、ありがとう。ね、少し曇ってるよね。そうにゃにゃよ、そうなんだけどさ、まあいいか。ユーニャンさん、ありがとう。ダーシャハさん、ローマ字まこさん、アイスー、アマトーさん、ありがとう。サンダーソニアさん、いらっしゃい。東京でかき氷食べに行ったりするって。私ね、愛媛でもあんまりかき氷食べに行ったことないかも。のでも小町さんのこの仕事をさしてもらってるうちに、かき氷屋さんめちゃくちゃ紹介させてもらってて、でそれからすごい行ってみたいと思うようになった。今回もね、来月号でちょっとかき氷屋さんのこともお話しするので行きたいな。ローマ字まこさん、大将さん、アイス、マーク2さん、のぶーさん、いらっしゃい。ね、ちょっと曇って見えるね。いや、ちょっとティッシュがね、この辺に見当たらなくて、あ、カバンの中にウェットティッシュがあったかな。あ、ティッシュも持ってましたね。ちょっと拭こうか。よいしょ。あんま変わらないかも。あ、変わったか。よいしょ。ドナルドさん、ハジさん、ありがとう。やばい、コメントもらいすぎて。花からさん、え、見た、あの外の満月すごいね。今日はね、ちゃんと月を見ながら帰ってきたんだけど、めちゃくちゃ満月ですっごい綺麗に見えたよ今日。感動した、ありがとう。アイスたくさん、え、すごいアイスの量がアイス今日最後とかじゃないよね。アンチヒロさん、ワンガンさん、暑かったね。ロッピーさん、何鈴鹿ってなんだっけ、お酒。アイシュさん、フジモンさん、スウェさん、ヨイチで飲みすぎた。ヨシキさん、エストさん、イナッチさん、ローマジェマサさん、山本さん、エウグレナさん、ありがとう。アンチヒロさん、100キラありがとう。エータンさん、ありがとう。ナノハさん、キラ100、ノビシャンフル、ノリありがとう。ゴードン、ああら、ありがとうノリ。ゴードンの、あ、ちょっと待って、消えてってる、やばい。おかきさん、トラガンバさん、マミちゃん、見てきた？キングダム見てきたか。やばいね、あれは本当に涙なしでは見れないです。本当に集大成だったね、今までの。シャラクさん、コウエイさん、いらっしゃい。ノリ、書いてくれてたの、私がね、出演させてもらってたゴードン探偵事務所という映画が配信決定になったんですよね。配信決定してて、それの日が決まったの。あら、それ河井田監督がつぶやいてくださってたのかな。コウエイさん、いらっしゃい。アサミさん、ムラピーさん、アイスー、ありがとう。イズキュン、
あさみさん、アイスありがとう。ムラピーさん、ありがとう。あれ？コラボね、見たよ、満月。めっちゃ綺麗に見えた、今日。天気良かったからかな。虹色さん、あら、ありがとう。そうやで、スイカさん。めちゃくちゃ米流れてってるけど。すいません、ゆきさん。ん？ゆきーさんか。ローマ字まこさん、あさみさん、かりたん。アイス、しんいち、ありがとう。ちょっと見つけたやつから読んでいくね。タカさん、ブルームーンさん、アイスありがとう。先日ロープウェイの、あ、蜜の森ってかき氷食べた？行ってきたんだ、トゲ。どうだった？どうだった？あの、あれだね。ロープウェイがやって、しかもね、コマイチさん紹介したとこたくさんあるんだよね。タカさん、ブルームーンさん、ローマ字まこさん、あさみさん、カリタン、アイス。ダシャハさん、ありがとう。マスさん、いらっしゃい。あ、お、それ飲んだかも。山形デラウェア。飲んでないか。新しいやつ？お供。オッチくんさん、アイス。ダシャハさん、クッチー、チョコミント、サトシさんは、ローマ字まこさん。ブルームーンさん、いっぱいアイスをありがとうです。ヒラさん、いらっしゃい。ハチスケクマさん、ありがとう。ゴエモンさん、おがこさん、ありがとう。ムラピーさん、アイス。アイス、もうキンキンやて。トゲ、グッチ、カリタン、ローマ字マスさん、ありがとう、アイス。新一フル、ありがとう。あ、そうなんだ、明日早いの？頑張ってね。おやすみ。今日はやばかったね、暑さ。でも昨日天気予報を見てた時に、あの、今日がちょっとやばいっていうのは見てたのよ。すごいな、すごいさ、あの、晴れのち曇りが、明日からはなんとなく晴れのち曇りとかになってて、今日だけはもう太陽マークだけで、しかもオレンジじゃなくて赤くなってた。そう、初めて見た、なんかオレンジじゃない、なんかもう真っ赤っかの太陽マークだった。今日暑かった。のぶさん、ありがとう。でも私のね、このおすすめしてた、あの、日傘が優秀すぎて、もう 100% ね、遮光してくれてて、めちゃくちゃ便利ですよ。私の日傘、おすすめです。ごえもんさん、トギ、ブルームーンさん、アイスありがとう。愛媛と同じ月見れた？スイカさん、あら、ほんと。いや、今日はめっちゃ綺麗だった。昨日もね、見れたんだよね、そういえば。リャンダーポーさん、ありがとう。ごえもんさん、まみちゃん、アイス。あら、おっきいアイス、ありがとう。いちご、いちごだよ。ローマ字マサさん、アイス、ありがとう。スウェさん、カリタン、いちご、ヒラさん、コラボアイス。あ、やっぱアイス最後なんだね、今日。だからか。すごいたくさんだ、今日。まあ、いつも毎日ね、すごいたくさんだけど。流れがすごい。ブルームーンさん、トラガンバさん、アイス、ありがとう、ありがとう。グッチー、ゴエモンさん、カリタン、ありがとう、いっぱい。アブリカルピさん、いらっしゃい。テストさん、フル。あ、届いた、ラスト福袋。おー、ほんと、当選せずでしたかって。すごいな、みんな、たくさん本当に買ってくれてたんだね。外れたっていう方もすごいよく耳にしたぞ、今回。そっか。お、トゲ、ブルームーンさん、グッチー、たくさんありがとう。モシュさん、ミノルさん、ありがとう。ユッキーさん、フル、ありがとう。ファンさん、愛のこもったひなビームで大歓声、
もっとまたまたねもっと。はい、おうこさん、アイスエイジュさん、いらっしゃい。ひらさん、かりたん、そうかそうか、ひろしさん、いらっしゃい。お、のぶさん、ひらがなのブラッチもアイスありがとう。あ、のりありがとう。9月1日から、あ、アマゾンプライム最高ですね。アマゾンプライムだって、ユーネクスト等で配信開始されるらしいです。ぜひ、あの劇場に、ちょっと限られた劇場だったのでなかなか見に行けなかったよっていう方など、ぜひ配信でご覧ください。私はね、あのゴードン探偵事務所という映画の探偵役、探偵の秘書役をさせてもらっております。秘書のアリスです。アリス役見てね。トラガンマさん、ムラピーさん、アイスありがとう。大将さん、フロー、久しぶりに。パラグライダー、あー、空から飛ぶやつ、すごいね。今日はでも暑いから良さそうだね。果たして様、裸足になって飛ぼうするつもり、このままどこかへ歩いて行くの。はい、ジョニーさん、毎度。トゲ、カリタン、グッチありがとう、アイス。アントワンさん、ありがとう。ヒロシさん、いっぱいありがとうです。ムラピーさん、コシさん、アイスありがとう。始まって5分で、え、盛り上がりがすごすぎてびっくりしたんだけど、5分で5000超えてくれてたの。え、だってもう今1万までいきそうな勢いだよ。すごすぎ、すごすぎだ。キンキンに冷えてやがるこのルーム、ありがとうございます。ひろしさん、ぐっち、やまさん、いっぱいありがとう。あ、おばばゴードン見てくれる。そんに、ぜひ、あの劇場でね、見れなかった方もたくさんいらっしゃると思うので、私も見ようっと、配信開始されたらいっぱい、先お供タイムさせてもらおうかな。ちょっとカフェインを取っちゃったりなんかして。今日のお供はゲイシャブレンドドトールのうまいコーヒー。これめっちゃ飲みたくて、あのあるっていうのはね見てたんだけど、そう、めっちゃ美味しそうじゃない、ドトールのうまいコーヒーです。色も真っ黒ということで。最近はさ、カフェ行くとき結構ドトールが多くて、ドトールのコーヒー飲んでることが多いの。それのね、カップが出たって、美味しそう。ということで、今日も一日頑張ったね、お疲れ様。暑い中乾杯、おやすみ。うん、あ、お、あ、めちゃくちゃドトールのアイスコーヒーかも。すごい、そのまま豆使ってるのかな。ちょっとさ、ここずっと外置いてたから、あの冷たさがさなくなってるんだけど、これさ、いつもだったらなんかこうシャリシャリの氷いっぱい入って、あのアイスコーヒー入ってるこの味だ。すごい美味しい。いいよ、美味しいやん。リュウネコプー、アイスありがとう、いっぱい。熱いを超えて焦げました、だって。焦げた？ひらさん焦げるよね。今日私朝外に出てたんだけどさ、めちゃくちゃ
日やばかったよね。そうよ、日差しが痛いのよ、暑すぎて。そうよ、暑いと疲れるんだから、みんなゆっくり休んでください。本当にリルルさん、野良犬さん、ありがとう。ひろゆきさん、ありがとう。ローマジユッキーさん、コラボアイス。リルルさん、ローマジマサさん、ゆうじさん、ありがとう、アイス。ひなほちゃんの日傘気になります？持ってこようか？あっちに置いてるけど。ゆうじさん、アイスありがとう。休日は猫たちとまったり過ごすのが最高。最近気づいた。いや、最高よ、猫と過ごす休日は。なんか猫見てるとさ、眠くなってくるんだよね。わかる？猫の動画とか見てると眠くなってくる。東京でも。ゆうじさん、アイスありがとう。あ、ピルクル大きいアイスだ、ありがとうです。さっきの嬉しい。トゲ超えてたよ。1万超えてた。1万超えてました、トゲ。ありがとう、すごい。ドナルドさん、シシマルさん、アイス。まーちゃん、いらっしゃい。マサさん、カタカナカズさん、おがこさん、アイス。ワンダーさんもアイスありがとう。仙人さん、いらっしゃい。アイス祭りじゃー。キョイさん、いらっしゃい。おがこさん、コラボアイス。テストさんもアイスありがとう。仙人さん、ありがとう。おさっぴーさん、ありがとう。松山らしいもの食べたっけな、こっち来てから。あ、でも私が好きなあの焼肉屋さんに行ってきたよ。こっちでね、よく食べてるジャンジャカっていう焼肉屋さん。関東にはないらしいんだけど、ジャンジャカはめっちゃ美味しいのよ。焼肉屋さん画伯と、あの海の後行ってきました。美味しかった。おさぴーさん、カタカナカズさん、アイスありがとう。ハラメタルン、ノブさん、アイスありがとう。ウルウルさん、いらっしゃい。ハラメタルン、アイスありがとう。コシさん、フルー。ミッキーローズさん、いらっしゃい。神尾勘定さん、ハラメタルン、ありがとう、アイス。セントちゃん、いらっしゃい。車運転しながら、いいや、さあさあ、スイスイ練習してます。ありがとうございます。楽しみ、おさむさん。嬉しい。いや、なんか、こうやって、おいおい盛り上がるのもいいけどさ、なんか、そういう、夏を感じる、いいや、さあさあ系も、良いのではと思って、今回の選曲にしました。どうだろう、みんな言ってくれるかしら、いい朝さ。クラッシャーのぶさん、海風さん、いらっしゃい。テストさん、レインボースター10個もありがとう。ありがとういっぱい。クラッシャーさん、アイスありがとうございます。お、この顔文字の方ありがとう。ゆうじさん、ありがとう、アイス。コンシロちゃん、いらっしゃい。おさむさん、かわいい。ゆうじさん、アイスありがとう。やばい、コメントがちょっと流れすぎてなかなか読めてないかも。うん。JR 予算線の路線のレールが歪んだんだって、暑さで。危な。いや、まあでもそっか、日差しが強すぎたら溶けちゃうのか、線路のレールが歪んだんだって。そんなことがあったんだね。新一さん、ありがとう、アイス。わ、いっぱいアイスありがとう。アリスラブ、ありがとう。ネコップ見てね、ナポリタン食べながら。月の人さん、いらっしゃい。プレプレさん、ありがとう。
ルシフェルンさん、お疲れ様、ありがとう。また役者のお仕事してみたいと思うって、うん、思うよ。めちゃくちゃ良い経験をねさせてもらって、舞台とか経験してみたいなって思うんですけど、めっちゃ難しいと思うけど経験してみたい。 COP さん合ってる？大将さん、アイスありがとう。フジモンシャン、ノブさん、クニヒロさん、アイスありがとう。お、リュウもありがとう、アイス。カリタンフル、ありがとう。三人祭りの、待って、北の宿からってどんなんだっけ、聞いたらわかりそうなんだけど。ララ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 ラじゃないよね。ラララララララ。わからん。虹色さん、レインボースター。10個もありがとう。めっちゃいただいとる。花からさん、アイス。大文字の龍さん、ありがとう。花からさん、大将さん、チョコミント。ヤバサハさん、いらっしゃい。あ、そうそうそう、ピルクルセブンだこれ、ドトールのやつ。カタカナヤックン、ターさん、いらっしゃい。美味しいよこれ、スイカさん、ブラッチ美味しかった。しんいちさん、いちごいちご。ミキネコさん、ミルお肉さん、ありがとう。しんいちさん、まーちゃん、アイスありがとう。あう、乾杯、おやすみ。あ、ブレムさん、お店で飲んだドトールの、いや美味しいんだよね、ドトールのコーヒー。最近カフェの中で一番好きかも、あのコーヒー、どこのコーヒーがいいかってなったら。タリーズも美味しいんだけどね。コイさん、エスミ乾杯。 M、 あ、 DR エムリーナーさん、テストさん、おやすみ。しんいちさん、やわさはさん、アイスありがとう。かんまいさん、100キラありがとう。孫悟空さん、ありがとう。甘くないコーヒー、そうそう、これはね無糖だね。加糖もあったかもしれない、これのなんか隣にあった気がしたような、なかったかな。バンクバーさん、いらっしゃい。ゴエモンさん、トリプル S やった、あ、ありがとう、ありがとう、トリプル S、 すごい。ヤワサハさん、ありがとう。ね、氷を入れたグラスについたらめっちゃ美味しいと思う、これ。さらにクルーガーさん、小池なさとくん、いらっしゃい。トコトコさん、アイスありがとう。ヤックン、アイスありがとう。あ、ロッピーさんも朝7時に出てた？めっちゃ暑かったよね。私もそれくらいに外出てたかも今日。わ、おばばお疲れ様。早朝草刈りだって。偉すぎる。スイカさん、チョコミントありがとう、いっぱい。ローマジユタさん、あ、ノリ、めっちゃオタコじゃ。ほんわかふんわかほんわかほい、ほんわかふんわかほんわかほい。ありがとう。スイカさん、アイスありがとう。ワンダーさん、コラボアイスありがとう。お、ワンダーさん、コラボアイスいっぱいありがとう。スイさん、お風呂ありがとうございます。ありがとう。アマゾンプライムで、あれ、もう出てました。アマゾンプライム、リレーマージャンもう出てるんだ。で止まっちゃった。トコトコさん、チョコミント。ムさん、ありがとう、チョコミント。今度 X で日傘写す。え、そんなおしゃれに撮れるかな、日傘。上さん、いらっしゃい。うわ、いいな、リラクマ、おかえり。乃木坂さんライブだって。上席って何、めっちゃいいじゃん。あ、
大きいバニラアイスありがとう、嬉しい。秀幸さん、とことこさん、アイスありがとう。しし丸さん、ありがとう。MK 真珠さん、いらっしゃい。バンクバーさん、フル、ありがとう。高星ハートさん、アイスありがとう。ひらがんな斉藤さん、いらっしゃい。スイカさん、ありがとう。アイステストさん、いいね、いいね。秀幸さん、いらっしゃい。小数詞おめでとう、100万じゃん。あの時間の時いたの、秀幸さんも。そう、さっきちょっと2、3戦させてもらってました。ちょっと明日も入れたら入りたいのと、あと SP もね入るので、明日はアプリの方だね、アプリの方も入る予定です。ありがとう。あら、また大きいアイス、大すぎてなんかプチプチ途切れてる大丈夫これ。あ、ワンダーさんか、大きいアイスありがとう。バニラアイス、ワンダーさん。あとね、あ、ハートのよしさんもありがとうです。あ、またもらった。ハートのよしさん、大きいアイスありがとう。そしてピルクル、ありがとう。大きいアイスありがとうございます。わーい。テストさん、ウインクしてありがとう。シャラックさん、アイスありがとう。お、マサさん、フルありがとうございます。いないいな、人間っていいな。おかむさん、いらっしゃい。しょテストさん、レインボースターありがとう。ひでゆきさん、バラありがとう。スイカさん、おかむさん、ありがとう。え、本当、ネコプ、フジモンさんとワンダーさんとジャンジャカ行った、だって食べた、どうだった、どうだった、美味しくない。タン、ジャンジャカのタンがめっちゃ好きなんだよね。一番、アプリの方も入る予定です。白千枚があるのもポイント高い。スイスイ入れると歌と被るんだよな、どうする確かにスイスイはお任せするわ、めっちゃガチだね。おかむさん、ありがとう。アイス、めっちゃ盛り上げてくれたら嬉しいからね、ほんと盛り上がってくれたら。アンチヒロさん、チョコミントありがとう。盛り上げていくぜ。スピードパートさん、いらっしゃい。名もなきパイロットさん、アイスありがとう。ヤマピ、ありがとう、コラボアイス。最近線路が歪んだってニュースでよく聞くねって。え、そんなに歪んでるの、いろいろ。そうなんだ。でもこれからさ、こんな温度になる日って結構あるよね、多分。やばいね。マックツーさん、アイス。ムーさんもありがとう、いっぱいだね。ヨロさん、いらっしゃい。ひらがなのシロウケンさん、ありがとう。 SU さん、いらっしゃい。ワン、アンチヒロさん、いっぱいありがとうです。アイス、いっぱいだ。オダッチさん、いらっしゃい。ニッシーさん、ありがとう。ユージさん、チョコミント。ムーンさん、いっぱいありがとう。見に来てくれるかい、出たら。てきさん、舞台、そう、歌もあるミュージカルとかにも挑戦してみ
舞台、そう、何村 P さんを大事にすぎる、めっちゃ痛そうなんだけど。ダンベルを蹴って足が腫れた、だって。ダンベルってあの筋トレのダンベルですか？へえ、どこ歩いてたの村 P さん。村 P さん、ダンベルしてる？お大事に。それは痛い。雪の宿もあるね、伊豆急。いっぱい宿系あるね。おかむさん、およよさん、おだっちさん、アイスありがとう。うわ、わかりそう、エグレナさん。なんかめちゃくちゃその歌詞に見覚えあるわ。あなた変わりはないですかって。あ、レコード大賞曲。そっか、いつ頃なんだろう。おかむさん、はちみつさん、チョコミント、はちみつさん、アイスありがとう。わー、やっくんありがとう。アイス、ドトールが一番好き。え、ドトールわかる。ブラッチー、シャラクさん、やっくんありがとう。アイス、東京ではさ、どのカフェが一番多いんだろうね。やっぱスタバなのかな。スタバが一番多い、東京でカフェ。でもこっちもさ、結構スタバ多いんだよね。松山も全国的に多いのかな。のり、お弁当箱にポケット詰めてありがとう。いっぱい、シャラクさん、いっぱいアイスありがとう。おしげさん、いらっしゃい。あ、ローマ19さん、セブンのコーヒー大好き。セブンのコーヒーって濃さ選べるんだよね。しかも普通濃い、薄いで。およよさん、おかむさん、アイスありがとう。おしょうさん、いらっしゃい。漢字のけんさん、アイスありがとう。しゅんいちさん、いらっしゃい。お、SQSQさん、いらっしゃい。あじなんさん、ありがとう。カリタン、レインボースターありがとう。ワンガンさん、お風呂ありがとうです。シュアーかなのイヤホン落としてしまった。めちゃめちゃいいイヤホンじゃん。それは有線だよね、多分。見つかったらいいけど。更新、あ、止まってた。そんな止まってました。ごめんごめん。ケイスケさん、いらっしゃい。アジナンさん、アイスありがとう。ブラックローターさん、いらっしゃい。ありがとう、ありがとう。また止まった？あ、本当？そんな止まってますか、私。なんかいつものね、くるくると違う感じで、なんか真っ暗になったり、なんか瞬きしたみたいになってる、私の画面。多分ちょっと処理がちょっと処理が遅れてるかも。ちょっとね、重たいのかもしれない、画面が。お、大工さん、フル、ありがとうございます。今日も告知はね、告知は、よいしょ、告知はいよいよ29日になりました。7月29日、六本木ヒルズアリーナにて麻雀歌の祭典という歌のイベントに出演させていただく予定です。ただいま一般チケット発売中、そして配信もあるみたいなので、来れないという方もぜひ配信で見てくれたら嬉しいです。次の日、7月30日にもピザラジャンという番組に出演させていただく予定です。あとに、あの、今日もたくさん投票いただきました、麻雀ファイトクラブ選抜、選抜投票戦
というのに参戦しております。今年からぜひ清き一票を武田ひな穂によろしくお願いします。ゲームセンターとかで、スマホとかでもできる麻雀ファイトクラブエクストリームというゲームです。携帯だとこなすてってやつだね。ぜひよろしくお願いします。今日もありがとう、本当にたくさん見てるよ。アジナンさん、ローマ字マサさん、アイスありがとう。プルプルペッチさん、アイスありがとうございます。そんな止まってた話あれ、ハートのヨシさん、今日誕生日ですか。スイカさん、降るありがとう。今日の天気はアイス空から降るでしょうって。いや、ほんとそれレベルだよ。みんなありがとう。明日は涼しく過ごせるかもしれない、みんなのおかげで。ひでゆきさん、降るありがとうございます。ありがとう。目指す場所は伸ばしたての遥か遠く、スターライ。ありがとう。そう、調べてたの、明日母校の試合ですよね、22日。あ、10時からだっけね。そうなのよ、あの配信でも見たいと思ってて、見に行けたらよかったんだけど、結構ね、今回の会場が遠そうだったね。西条の方だっけな。そうなの、でも配信では見たいと思ってて、母校の試合見たいよ。明日だって2戦目、頑張れ。リンタリサンタリ、プルプルピッチさん、いっぱいありがとう。アイス、やばいね、本当だイベントのようだ。たくさん盛り上げありがとうございます。オカムさん、いいね、ありがとう。あ、サトシさん、いいな、カレー。私、チャーハン食べた、今日。チャーハンだよ。リュウフルー、ありがとう。明日からの外の仕事続くので、スペメイはコッペパンになってます。楽しみです、それは。コッペパンリュウが見れるわけ？気をつけて、外。リュウ、アイスありがとう。そうなの、ロッピーさん。しかもまだね、ちょっとお仕事がこっちであるから、もうちょっと入れるのよ、愛媛に。いや、それめっちゃゆっくりできてるんだうん、確かに多分お盆とかは帰ってこれないかも。だから夏休みみたい。島城さん、いらっしゃい。お、アントアヌさん、100キロありがとう。あら、そうだわよ。アリス秘書見てね。マンタさん、ありがとう、チョコミント。おかみさん、キンキンに盛り上げ振る、ありがとう。キラ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 、ありがとう。シガさん、いらっしゃい。今日は日本三景の日。昨日の海配信は三景に負けない美しさでした。あら、今日がそういう日だったのか。日本三景の日、じゃあ日本三景に行く日ってことだね、今日は。花からさん、かわいい。おしょうさん、アイスありがとう。まーちゃん、おやすみ。ひとみさん、いらっしゃい。 AKA さん、ぷるぷるぺっちさん、アイスありがとう。あ、ブラッチレインボースター、10個もありがとう。いっぱいもらってるよ。あ、白千枚も食べたんだね、コプ。美味しいよね、めっちゃ。バタコさん、いらっしゃい。桜咲くさん、チョコミントありがとう。お、いちごアイス、ありがとうございます。やばい、もう55分なのか。大きいアイスありがとう。桜咲くさん、ありがとう。締めて肉寿司。肉寿司食べたことないかも。めちゃくちゃいいやつじゃん、ワンダーさん。まさとよさん、いらっしゃい、ありがとう。やっくん、
パラありがとう。お、フルリンコ、キラリンコありがとう。バッティーズさんいらっしゃい。タマさん、ヘニョヘニョさんいらっしゃい。ヤワサハさん、アユスありがとう。おがこさん、ミュージカル見たい。ありがとう。出たいです。スミーさん、アユスありがとう。いっぱい。トッスイさんかな。はじめまして。ありがとうございます。浴衣配信ですか、アシュさん。したいね、夏のうちに。こっちならな、いっぱい浴衣あるんだけど。向こうに持って行ってないから、なんか新しいの買いたいね。あの、歌の祭典もあるし。トッシーさんありがとうございます。あら、嬉しい。スイカさん、レインボースター。え、すごい。レインボースター祭りでもある。ありがとう、ジョッコも。クマオさんいらっしゃい。ノリー、ありがとう、ラブレター。キューピン、ありがとうございます、いっぱい。さあちゃん、ドトール推しなの。あ、そうなの？ドトール美味しいよな、めっちゃ。愛媛だとどこにあったかな？松山だと。アマンダ、ね。アマンダ大好き。アマンダ美味しいんだよね。あの、ケーキも美味しいしね。山さん、アイスありがとう、いっぱい。おパパ、濃さ選べるよ。美味しいのよ、それが。大志くんいらっしゃい。サンマルクカフェ。おわー、渋いね、サンマルクカフェの常連。サンマルクも、あ、東京にもあるよね。あの、え、てて、骨が。あの、えだ、道場の近くに、麻雀をね、打つ道場が、巣鴨にあるんだけど、そこにあるよね、サンマルク。よく行ってた。でもそれ以外であんまりさ、見ないな、都内で。でもあるよね、絶対、サンマルクカフェ。見えてないだけかな。バッティーズさん、コラボアイスありがとう。カードコネクトでファイトクラブのひなほさんのカード作ってきました。ありがとうございます。あのキランキランのやつありがとう。なんかあれすごいね、あのポケモンのカードみたいな、レアカードみたいで、なんか嬉しいんだけど。ワンダーさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい。マーさんいらっしゃい。ノリフル、ありがとう。おめでとう。人生初の、お、100万だったんだ、人生初の。おめでとう。国士だって。おめでとう。なのに投票券10枚は少ない。あ、100万上がってももらえるんだっけ。すごいじゃん。人生初の100万。思い出だね、それ。ひさきーさん、しーさん、今日もありがとうです。ヤコポンさん、アイスありがとう。ワンダーさん、レインボースター、すごいたくさんありがとうございます。ワンダーさん、ヤコポンさん、アイス、わー、ワンダーさんいっぱいありがとうです。レインボースター、ありがとう。ヨコポンさんもありがとう。スマホね、ちょっと熱いかも、確かに。でも充電を一回やめたから、一旦大丈夫かな。おしげさん、いっぱいありがとう。のり、告知今日もありがとう。わ、ハッピーさん、配信見てくれますか？ありがとう、29日。テストさん、あとうとい。ありがとう。ひらがな斎藤さん、アイスありがとう。コナミ ID 取得に手間取ってる。あら、本当、ビルクル。前に作ってたやつってこと？新しく作ってる？グッチー、アユスありがとう。カリタン、レインボースター。おばばー、たくさんありがとう、レインボースター。チェコも。ありがとうです。テイヘンさん、チビゾウさんいらっしゃい。シルファさん、コラボアイス。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。ヤコポンさん、100キラー、アイス、ありがとう。あ、全然、昨日ね、
リクエストありがとうございました。古き良き白いパラソル、アンチヒロさんいらっしゃい、底辺さん、グッチーありがとう、ヤッピさんいらっしゃい、底辺さんパフェありがとう。急に会えるようになるお仕事ありませんかって。お仕事で会うってこと、あ、ライブとかってことね。本当にハラポニョちゃんいらっしゃい、ジャンボさんありがとう。お、ピルクル言ったかな、大きいアイスありがとうです。大きいアイス、おにぎりさんいらっしゃい。あ、ハラメタルも投票してくれたの、ありがとう。ファイトクラブだ。ムさんいっぱいアイスありがとうです。ストリートくんアイスありがとう。あ、ネコプちょっと着ようかななんて思ってた。デコ好きさんありがとう、チョコミントいっぱい。ドトールね、駅前に多いよね、てか駅の中とかでもよく見るドトール。本当は飛べないクマバチさんありがとうございます、アイスいっぱい。まあ、デコ好きさんたくさんありがとう。あ、あるね、ひよこ堂の真下にもあるや、ほんとだね、浅草橋。テストさんありがとう、ありがとう。まゆまゆさんチョコミント、たいしくん巣鴨の306行ってた、あれ新宿にもあるんだ、そうなんだ。最近あの星のコーヒーもねハマってるよ、あのホットケーキがすごい美味しくて食べてる、つぼ焼きみたいなやつ。おさぴーさんアイスありがとう、ストンコさん、デコズキさんありがとう、 JT さん間に合ってる、ああもう12時だった、本当に。のりたまさんいらっしゃい、風と海とさんお疲れ様。いやマジネコプそれ最後にやられすぎた、やられたーって言ってた、やばすぎ、おめでとう。ピルクルレインボースター10個もありがとう、めちゃもらってるんだけどレインボースターも。いよいよ iPhone 買い替えるしかない、本当に、はい本当にそうなんですよ、うん、ちょっと粘っちゃって粘っちゃって、でまあそろそろね夏が来ちゃうし、やっぱ携帯も暑さに弱いのでこれを機に買えないとね。ただしさんいらっしゃい、ピルクルレインボースターたくさんありがとう。スマホの方くるくる直らない、え嘘、本当？重たいかな。さゆりさんいらっしゃい、みーころさんいらっしゃい、岡田さんのマンズの中連のつもあがり YouTube で、あ、ワレポンの時ですかね、そう私もめちゃくちゃ見てました、かっこいいですよね。あれワレポンじゃないかな。アスニャンさんありがとうございます。あ、やっぱりハートのヨシさんおめでとうございます、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハートのヨシさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうです。スイカさん、ぜひに愛媛の海おいで。森プロさん、森プロさんいらっしゃいです。レイランドさんいらっしゃい、カリタンレインボースターありがとう。夢の中で会えるイベントありませんか、普段ろくな夢見ない。え、私もさ最近悪夢見たよ、久しぶりにまず夢を見て、あ夢見たって思ったら悪夢だった。なんか悪夢というかね、まあ、悪夢だね、なんかライブの夢見てたんだけど、多分民謡
民謡な何を歌おうとしてたのかな。何しろ着物か浴衣か着なきゃいけなかったライブだったのよ。なのに入り時間を間違えてて、でなんかねすごくギリギリに入っちゃったの。で私はまだその入り時間が正解だと思ってて、ゆっくり準備してたのよ。そしたらもう出番です出番ですって言われて、私上下ヨネックスジャージでメイク中の前髪止めたまま、あの民謡を歌うっていう夢見た。最悪、もうめちゃくちゃ悪夢だったんだけど。で私の横にもなんかこうあのお尻を悩めて、なんか横にもあの民謡ってねお囃子っていう人がいて、やれそれとかってね後ろで言ってくれる人がいるんだけど、でそのお囃子の女の子はもうめちゃくちゃもう天女のようなあの可愛い着物着てたの。では可愛いねとかってのんきに言ってたら、もう出番だと思う。で出番今からですかとか言って、でもう出たよね。出て歌いました、ヨネックスジャージで見よう。さすがに恥ずかしい、 これは悪夢だよね、さすがに。やらかしたって久しぶりに思った夢だったけど。カリタン、リンボースターありがとう。あ、言ったか。ネコプ、ありがとうです。何、森プロさん、プロ連盟の忘年麻雀大会すごいですね。プロ雀士の方ですか、森プロさんは。スイカさん、レインボースターありがとうございます。いっぱいいっぱいいっぱいほいておめでとう。ワレポンですよね、めっちゃかっこよかったです。カリタン、レインボースターありがとう。おう、ハートのヨシさん、今年もありがとうございます。本当にお祝いできたぜ。ネコプ、面白い女ありがとう。すごい格好でしょ、本当。ヒロヤンさん、はじめまして。カンチャーンさん、アイスありがとう。ヨネジャーだよ、最高に面白い悪夢。おがこさん、面白い女ありがとう。美顔スチーマー、そこまでのね暇はねえって思いながら準備してたんだけど、でもなんかあの電気バリブラシみたいなのはしてた。いや、歌の祭典じゃなかったっぽいけど、でもホールだった、市民会館とかそんな感じ。歌手ジャンシって新しいジャンルですねって、ひろやんさん、そうですかね、確かに歌手の方は少ないかもね、プロジャンシの人たちで。お、アンチヒロさん、ありがとう、レインボースターたくさん。あ、まだでした、ワンダーさん、あのヘッドマッサージ機もらったやつ使わないとだね、配信で。うん、そうなんですね、森プロさん、じゃあできた当初くらいなんですかね、プロ連盟。今が40期くらいだから、できて10年くらいの時にいらっしゃったんですね。おお、ひろやんさん、二階堂さん、めちゃくちゃ美しいです。お会いするたびにびっくりする、大ファンなんですね。グッチ、小判ありがとう、小判。よし、ちょっと終わっていくぞ、12時10分なので。はーい、
ってこと、確かに病んでるってこと私よし、じゃあランキング読みするか。今日もありがとうございます。よいしょ。13位、グッチーありがとう、夜遅くまでたこさんありがとうございました。12位、ブルームーンさんありがとう、ブルームーンさん嬉しい、たくさんいただきありがとうです。11位、しんいちさんありがとう、しんいちさんやったありがとうございます、夜遅くにありがとう。10位ブラッチーありがとう、ブラッチー夜遅くにありがとうね、おやすみ。9位ムラピーさんありがとうございます、足お大事に。8位大正飯、大正さんありがとう、今日もお仕事行ってらっしゃい。ラッキーセブンカリタンありがとう。7位いっぱいありがとうございます、今日はいい日になるぞい、なるぞい。6位オカムさんありがとう、オカムさんたくさんありがとうございます、誕生ありがとう。そして5位スイカさんありがとう、スイカさん5位だよ、たくさんありがとうございます、おやすみ。そして4位ピルクルありがとう、ピルクル、コメントもたくさんありがとうございました。そして3位ブルルルルアポン、ワンダーマークさんありがとう、ワンダさんサイです、たくさんありがとうございます。はい、そして2位ブルルルアポン、ローマ字のマコさんありがとう、マコさんめっちゃいただいてる、たくさんありがとうございました。そして今日の第1位ブルルルルルルアポン、アンチヒロさんすごいありがとうございます、めちゃいただいててありがとうございました、リンボスターもありがとう。ということでやばいよみんな何事16,701盛り上げ、もう私爆発しなきゃいけないくらい盛り上がってない、これありがとう。今日はなんか特に何のネタもない服なんだけど、あ、でも下はなんかあのタイパンツみたいな、タイあ、捨ててこ盛り上げ、捨ててこ盛り上げ、はい、ありがとうございました。ということでたくさん盛り上げてくれてありがとうございます。よいしょ。毎日配信やっておりますので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。そしたらじゃあ眠りにいいソング歌って終わっとくか。ちょっと夜遅いので眠りソング歌って終わりたいと思います。リクエストお待ちしてます。リクエストタイム用意、アポン、スタート。にょ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 、アイス盛り上げ、アイス持ってないんだけど今。すごいね、本当に。恋しくてってどんなんだっけ、セロリね、瀬戸の花嫁、スローモーション、プラネッツいいね、プラネッツ、風になるいいな、愛の形、かまど炭治郎の歌いいね、恋に落ちて、そっけない、世界の約束、変わらないもの、踊り子、恋さん、はよ、どうしようかな。